はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガンバライジングチョコウェハース4です。はい、ガンバライジングウェハースもバッチリ海岸系が始まりましたね。表紙はゴーストドライブガイムで、裏返すとラインナップは全12種類、ゴーストの俺魂が4種類、そして武蔵エジソンとドライブのタイプスピードが2種類とマッハチェイサー、ガイムのオレンジアームズ、ウィザードのフレームスタイル、全てオリジナルカードですから割と何が出てもいいんですけど、マッハチェイサーあたりはダチつながりで揃えたいですね。今回は5個買ってきましたので全部一気に開封します。ではまずは1個目、チェイサーマッハあたり来い。おー、フレームスタイル。欲しいやつではありませんけど、ガンバライジングウェハースって書いてあって、オリジナル絵ですね。バーストすると、お、インフィニティ。カードワードで詳しく見ましょう。はい、二つ目。せーの、マッハー。あー、ガイム。オレンジアームズ。極みかな？お、極み。はい、三つ目。マッハチェイサー来い。お、俺魂。の017ですから、上から3番目、ガンガンセイバーのガンモードからのエジソン。もしかしてガンガンセイバーのモードが全部違うってことですかね。それなら欲しい。とりあえずまずはガンモードが出ましたから、他のやつとマッハチーサー来い。お、来たーマッハー。はい、表はこうでバーストするとデッドヒートマッハ。では今回最後。最後これ、チェイサー来てほしい。いきます。5個目。せーの、チェイサー来い。うわははは、ダブりました、フレームスタイル。ちょっと残念な感じ。はい、ではカードを見ていきましょう。まずは仮面ライダーゴーストの俺魂。ガンガンセイバーのガンモードバージョンで、スペックはこうの、バーツとすると、エジソン。絵柄はこうで、アビリティとスペックはこんな感じ。次、マッハー、仮面ライダーマッハーで、スペックのバースト面はデッドヒートマッハー、絵柄とスペック。そしてガイムのオレンジアームズ。なんかこんな絵柄過去にあったような気がしますけどね。アップはこうで、スペックとバースト面は、極みアームズ。改めて見ても、極みアームズかっこいいですよね。スペックはこう。そしてダブった、ウィザードのフレームスタイル。表側はこうで、アビリティとスペックのバーストすると、インフィニティ。絵柄とスペックはこうです。では、ウェハースもチェックしましょう。台紙には特に広告はなくって、いつものチョコウェハース。いただきます。うん、安定しておいしい。はい、ということでガンバライジングチョコウェハース4を紹介しました。全12種類中の半分はゴースト関連ですから、ゴースト系が出やすいと思うんですけど、17以外の15、16、18のガンガンセイバーの状態とか何気に気になりますから、もしこの辺のカードが出た人はコメントで絵柄を教えてください。以上、仮面ライダーバトルガンバライジングチョコウェハース4の紹介でした。